皆さんこんばんは。製麺機の中の人です。やっとね、晩酌の準備ができたんでね、これから晩酌していきたいと思います。で、今日はね、ちょっとね、いつもより遅くなっちゃって、ちょっとね、疲れちゃったんでね、セブンイレブンさんのおつまみでね、軽く晩酌していきたいと思いますね。たまにこういう晩酌ね、あってもいいと思うんでね、今日はこんな感じでね、コンビニ宅飲みっていうんですかね、セブンイレブンさんのおつまみで、宅飲みしてね、晩酌していきたいと思います。ではね、飲み物ですね、今日はね、こちら用意しました。アサヒさんのスタイルバランスのグレープフルーツサワーテイストですね。ノンアルね。いつもの アサヒさんのね、ドライゼロばっかりだとね、見てくださる方もね、またかよってねなるとね、ちょっとあれなんで、違うのにしてみました、今日はね。では早速ね、開けてみたいと思いますね。たまにね、違うのも飲まないとね、見てくださるからね、方がね、飽きちゃうとね、あれなんでね、シュワシュワ、あんまりシュワシュワしないなじゃあね、大五郎ね、焼酎の大五郎師匠入ってますね。大五郎ちょっとね、注いで、ね本当に今日はちょっとね、お疲れモードでね、こんな感じでね、シュワシュワっとしてる感じでね。では皆さん今日も一日お疲れ様でした。ではね、お先に失礼していただきたいと思います。いただきます。やっぱ美味しいですね。ですね、じゃあまず1品目は、こちらですね。ね、レンジで焼き鳥盛り合わせね、炭火で焼いたももつくね皮ね。冷凍のね、焼き鳥ですね。で、中身が、こんな感じですね。手前から皮、ももつくねね、3本入ってます。でね、ですね、カロリーね、ピンときましたね。ももが1本ね、59キロカロリー、まあだいたい60キロカロリーですね。で、つくねが70キロカロリーで、皮が78キロカロリー、まあだいたい80キロカロリーですね。割とね、低カロリーな方だと思います、焼き鳥にしてはね。なんでね、これちょっとね、カロリー気になる方もね、晩酌ね、おすすめだと思いますね。私もカロリー気にしてね、とにかくコンビニでも買い物する時も、まずね、カロリーチェックしてね、カロリー高いのはね、食べらんないんでね、なかなかコンビニさんでね、カロリー低くて美味しいね、お酒に合うようなつまみね、探すの大変なんですけどもね、こんな感じで。ではね、ではこちらね、日本一さんね、焼き鳥のチェーンの日本一さんの焼き鳥のタレですね、これね。セブンイレブンさんのこの焼き鳥ね、タレがあんまないんですよ、ついてないんですよ。やっぱりね、焼き鳥垂れないと美味しくないんでね。いや、まあこのまま食べても十分美味しいんですけども、タレをかけた方がさらにもっとこうね、美味しいんでね、このね、タレをかけてね、いただきたいと思います。で、焼き鳥といえばね、やっぱね、七味、まあ一味がね、焼き鳥に一味という方もいらっしゃるでしょうけど、私七味派なんでね。また浅草のね、七味屋さん、やげんぼりさんの七味ですね。じゃあこれをね、パパッとかけてね、やっぱね、七味香りいいですからね。じゃあどれからいきましょうかね。ちょっとね、もう取ってね、
あ、やっとピンときましたね。ピンと先輩もね、すごい遅い時あるんでね。まあ編集でね、つないでやるんでね、動画になってる時はもう切り替わってると思うんですけどもね。これ皮ですね。で、ももね、もも、美味しそうですね。結構ね、ジューシーな感じですよね。で、ちょっと写しにくいんで反対にしてね。これがつくねですね。つくね。ね。じゃあ前の動画でもね、この焼き鳥ね紹介してるんですけどもね、その時あのつくねね食べるところ動画ね撮れなかったんでね、じゃあせっかくなんでつくねから今日はね行ってみたいと思います。このねタレちゃんとこうしっかりタレつけてね、こんな感じですね。ではいただきます。炭火のね香りがあってね、それがまたいいんですよね。でなんかうまみのあるね、この鶏のひき肉のね、あのつくねね、美味しいですね。あ、富士山、富士山はガスかかってる富士山かな。あ、そうでもないか、ちょっとでも見えにくいですね。ね、じゃあね、ちょっとお酒もね、美味しいつまみでね、美味しいお酒ねいただきたいと思います。ではね、グラスが空いちゃったんでね、あのまたおかわりしていきますね。で、ね、また大五郎ね、焼酎の大五郎ですね。そういえばね、今日ねちょっと書類書く機会がありましてね、でまあ書類書いてきたんですけども、いつもねパソコンでこう文章ね書くじゃないですか、大体ね今で、いざね急に手書きでねこう書類書いたり頼まれるとね、漢字が出てこないんですよね、急に言われてもね。で後からちゃんとね考えるとね、ちゃんと書けるんですよ、書けるんですけど、急だとね、あの急に出てこないんですよ漢字ね。でね、ちょっとね今日ねかっこ悪い感じでね、もう分かんないとこもひらがなで書いたりとかしてね、いい年してね漢字も書けねえのかよって感じでね、まあ今のもダジャレじゃないですよ、今のもダジャレじゃないですよ、もう自然に出てきたんですけどもね。で皆さんどうしてますかね、こう漢字、やっぱりこう普段から何かしらこう手書きで漢字とか書いてないとダメなんですかね。ちょっとねいい年してね、もう小学生中学生の漢字も書けないのかってね、ちょっと恥ずかしいんでね、皆さんその辺どうしてらっしゃるかね、もしあのねコメントいただければ参考にしたいんでね、よろしくお願いします。じゃあいただきます。では、お次はこの野菜サラダですね。ではね、恒例のねトマトからいただきたいと思います。でね、このね、あのサラダのこのサラダチキン、これはねセブンイレブンさんじゃないんですよ。これローソンさんのね。サラダチキンのねスモークなんですけどもね。あ、そういえばあの一応ねこれセブンイレブンさんのねサラダチキンね、ハーブのやつ、僕一応ね買ってありますんでね、あのローソンさんのねサラダチキンね、もう手つけてあるんで先にねそっち食べちゃわないとね
もったいないんでね、それ食べてからこのねセブンイレブンさんのねハーブのねサラダチキン、これまたねサラダに乗せてねいただいてみたいと思います。ちょっとねまた楽しみなんですけどもね。でまあ今日はねまあローソンさんのスモークのサラダチキンねっていうことになってます。ではいただきます。ちょっとねサラダチキンもね一緒にこうね乗せてね、よいしょよいしょ、いやちょっとちょっと多すぎるな野菜、なかなかうまいバランスでね取れないんですよね。わあちょっと多いけどまあいっちゃいますかね。サラダいただきます。このスモークの香りがねアクセントになってね、やっぱサラダ美味しくなりますよね、サラダチキン入れるとね。まあそのままね食べておつまみみたいにしてもいいのかもしれないですけどもね、あのカロリーもね低いですしね。じゃあいただきます。サラダも美味しいですね、毎日食べても飽きないですねサラダね。では、お次はこれいってみましょうかね。こちらやっとピンときましたね。今日のピント先輩遅いっすね。生姜でさっぱり蒸し鶏とザーサイね、これも鶏肉になっちゃいましたね。サラダチキンも鶏だったんですけどもね、これはちょっと待ってください。カロリーが73キロカロリーですね、これでね。まあ、73キロカロリーだったらまあコンビニのねこうおつまみなんかだとねカロリー低い方だと思いますけどね。ほんとね何回も言いますけどもね、なかなかねこうカロリー低くてね、どうしてもやっぱりねコンビニさんね若い方ね食べるメニューが多いんでね、私みたいなねおっさんがねこう枯れたおっさんが食べるようなねなかなかそういうつまみねいいのねないんですよね。ご飯物とか麺物とかもすごいですよねカロリー。もう私もうちょっと食べられないですわね。じゃあねなんだっけ蒸し鶏ザーサイとなんだっけちょっと待ってくださいね。なんだっけ、生姜でさっぱりね蒸し鶏とザーサイね、これいただいてみたいと思います。生姜が効いててね、ちょっとねピリ辛で、これごま油も入ってるのかな、ラー油が入って、ごま油も入ってますね。で水菜とね入ってシャキシャキしててね、映ってないですね。でねこう鶏肉もこう入っててね、これはねあのビールに合う味ですね。これねビールで流し込むとね美味しいと思います。これねいただきます。これも美味しいです。それではねまたね焼酎第5号ですね。このぐらいですね。でウイスキーブラックニッカのディープブレンドですね。45% ねアルコール度数ね、これを注ぎます。今日は
ね、サクサク進んでると思うんですよ今日も、ね、昨日の動画は23分ぐらいでしたかね。今日の動画もそんな長くならないと思います。多分ね、ちょっとピンボケですね。ちょっとピンボケですけど、ね、いただきます。このね、蒸し鶏とザーサイのね、この後でもね、美味しいですね。やっぱりこうウイスキーね、まあ辛さもありますからね、そんなにね、高いウイスキーじゃないんでね、私高いウイスキー飲んだことないんでね、どう高いウイスキーってどんな味なんだか分かんないんですけどもね貧乏人なんでね、まあ高いのはやっぱりまろやかなんですかね。ちょっと安めなんで ね、 こうねピリピリした感じがね下にありますけどもね、それでもね十分ね美味しいですね。香りもありますし ね、もうちょっと飲みたいと思います。美味しいですね。ではねもう一品、今日はねペッパービーフね、これも時々ねうちの動画で紹介してるんですけどもね、いつもはちゃんとねお皿に出してるんですけども、今回ちょっとねコンビニ晩酌ね、コンビニ宅飲み風にしたかったんでね、あえてパッケージのままね出してみましたね。この方がねこうセブンイレブンさんでねのおつまみで晩酌してるってね感じになると思ってね、いいと思ったんでね。でカロリーはね1パックこれでね106キロカロリーですね。これもねカロリー低いねおつまみなんでね、セブンイレブンさんのね中ではね、これもねカロリー気にしてる方にはねおすすめですね。こんな感じでね、ペッパービーフ、スパイシーな粒胡椒まぶしたねペッパービーフね。でちょっとね開けてみたいと思います。ね、開けてみましたね。こんな感じですね。あ、ピンときましてね、今はピンと早かったですね。こんな感じでね、まあちょっとねハムみたいな感じですよね。ちょっとね何でしたっけ、ローストビーフとはまた違ってね、ちょっとハムっぽい食感っていう感じですかね。でこのね胡椒はねかなりピリピリっとこう効いてねアクセントになってね美味しいんですよね。じゃあねちょっといただいてみます。これもねお酒のつまみに最適ですよね。美味しいですね。これこそあれですね、ウイスキーに合うかなって感じなんでね、ちょっとねウイスキーもう一回ねお返ししたいと思います。これは絶対ウイスキーですよね。ね、ブラックニッカルね、ディープブレンドね。じゃあねちょっとこう注いでこんな感じでね、こんな感じでちょっとこう揺すって混ぜたいんですけども、こぼれそうなんでね、ピントも来ないしね。じゃあちょっといただきます。これは間違いないですね。間違いなく相性いいですね。美味しいですね。まあ何でもお酒だったら美味しいんですけどねもうただの酒飲みなんでね。ただまあね糖質とかねカロリーとかね、気にするんでね、どうしてもウイスキーとね焼酎になっちゃうんですけどもね、
なかなかねワインとかはうちの動画では出てこないと思うんですけどもね、うん、ワインに、ね、合うようなねおしゃれなもん食べないんでね、もうただのおっさんなんで ねちょっとまたいただきたいと思います。うん、では焼き鳥どれか行ってみたいんですけどもね、何いただきましょうかね。ちょっと向きを変えて、もも行きましょうかね。もも肉タレねよく絡ませてね、タレを絡ませて、あもも肉ピンときましたね。もうちょっとね梅雨がもう垂れてね、ちょっとね大変なことになってんでね今ね、ね、あここはタレが垂れてって言ってわざとじゃないですよっていうとこでしたね。ね、ちょっと失敗しちゃいましたね。まあじゃあこんな感じでね、ちょっともう裏見せたいんですけども、あ裏一応見せましょうかね。裏もこんな感じでね。もうね、ジューシーで美味しそうですね。いただきます。やっぱりこうね、炭火の香りがあるとね、焼き鳥の味っていうのワンランクね、ワンレベル上がりますよね。これ本当美味しいですよ。ではね、焼き鳥なんでね、やっぱり日本酒が欲しいなと思ってね、日本酒用意しました。これ日本盛りさんの超辛口っていうやつですね。紙パックのね、ちょっとお安い日本酒ですけどもね、これね。辛口でね美味しいんですよ。私これねちょっとハマりそうですね。じゃあちょっといただいてみます。あこの辛口加減がいいんですよ。これね辛口好きのね、日本酒の辛口好きの方にねぜひ飲んでいただきたいですね。おすすめですね。ではね、まあ今日、まあとりあえず一通りね食べましたんでね、この辺でね動画の方はね締めたいと思います。多分今日もねそんな長くなってないと思うんでね、今日もそんなに変な話とかしてないんでね、変な話っていうのも変ですけどもね。じゃあねまた話長くなるとも尺長くなるんでね、この後はまたね動画でも見ながらねゆっくりね晩酌の続きしていきたいと思います。今日も最後までご視聴していただきまして、ありがとうございました、ね、また明日動画アップすると思いますので、よろしくお願いします。あでもあれか、ここで締めないで全部食べたところでまた撮り始めて締めればいいのかな、どうなんでしょうね。最後やっぱり全部食べたところで締め取った方がいいんですかね。どうなんでしょうね。もしこうそっちの方がこうね動画的にいいですよなんていうこうご意見とかねありましたらね参考にいたしますんで、またコメント欄にでもね書いていただければね、なかなか返信はねコメントねできないかもしれないんですけどもね、コメントしていただければね参考にねちゃんとしますのでよろしくお願いします。ではね今日の動画はこの辺でね失礼します。最高。